バンクーバー強行軍でしたよ、本当にね。朝日軍じゃなくて。うん、もう本当に、先週は失礼いたしました。もうありがとうございました。もうニューヨークのタイムズスクエアから電話ボーイにつないで。あ、なんかヨッシーの幸せ話をしてたら、なんかチャチャが入ったっていう、ね。ニューヨークからチャチャが入ったっていうね。本当にね。ニューヨークとつないだのは初めてですね、この番組ね。はい、いろいろ今まで ミラノとかアフガニスタンとかね、うん、いろんなとこからね、電話、カタールとかね、はい、いろいろ気な臭いところから電話しましたけど、本当に。今回は安全でしたか？いいえ。これ忘れた、今前置きの喋りだと思った。そう、いやだでもそう、長いなって思ったから、すいませんでした。もうね、今週まで許して、うん、大きなミスをしそう。いいですもう私も昨日 のバレエで出がらしになってる。あ、バレエお疲れ様でした。やっぱりね、9時間近く体育館に缶詰になってるとおかしくなりますね、やっぱり。でもやっぱ撮影っていうのはそうでしょ、すごい何時間もってね、待ち時間とかね、待つのもいくらやるんですなんかは。そういう世界だったりするのかなとか思う。この話って枠で話した方がいいから、曲かけてからいいよね。ゆったりでいいんじゃないですか。かけて、マッキー半で大丈夫。だマッキー先に行かないと。もちろん。皆さんこんにちは、お元気でいらっしゃいますか。帰ってまいりました、岡村陽一です。ご機嫌いかがですか、島岡南です。ハッピーホリデーかと。ハッピーホリデーですよ。あのマックス・フォン・シュラーっていう歴史学者がいて、この番組では何度も来ていただきましたね。友達なんで、また新しい本出したらしいですけども、あの彼が前回来た時にアメリカおよびアメリカ映画など でね、例えばレストランの中でメリークリスマスと書いてあったら大変なことになる。最近はね、なんでですか、何が悪いですか、あのクリスマスの映画いっぱいあるじゃないですかって。それはちょっと前までの話だと。でメリークリスマスという表現をすることはキリスト教以外を差別していると訴えられる可能性があるから、今は言わない。じゃあ何て言うんですか、ハッピーホリデーって言うんですよって。なあ、バカな。メリークリスマス、何が悪いんですか、誰を非難してるんですか。いや、今そうなんですよって。というふうな話をしたのが、今年でしたね。何ヶ月か前だったと思うんですけど、ね。今年の頭の方ですかね。そうです。ニューヨーク行ってきました。うん、丸1週間、ニューヨークと、はい、あのカナダの、トロントとバンクーバーに計らずも行ったんですが、誰もメリークリスマスと言ってなかった、はあ、公には。そうですか。ハッピーホリデー、ハッピーホリデーって言っててね、はあ、なんか嫌だなって感じでしたね。うん、そのなんかトランプさんは言うぞっていう派の方ですよね。そうですね、あの人はメリークリスマスを使う。でも大体日本人はですね、僕毎年でも言ってますが、昨日今日あたりはキリスト教徒ですよ。で年末除夜の鐘仏教、そして明けましておめでとうございます、お父様お母様今年もあのつつがなくは神、あの儒教、うん、そして初詣は神道ですよ。むちゃくちゃでございますがな、もう。ね、本当に何でも取り入れてるんですから、ね、だからメリークリスマスで私は貫きたい。うん、で、うん、であのケーキはあるお菓子屋さんが始めて、まあチキンはあるあのフライドチキンが始めてっていう話をしてましたけど、やっぱりうまいね日本。ケーフライドチキンですからね。そうですね。うん、ですよ。あれ本当七面鳥なんですか。そう、ね、それがなんか知らない間に随分あっちもこっちもチキチキって。もう昨日なんかクリぼっちですよ私。ね、これはいつ頃からあるんですか、クリぼっちってこと。なんか寂しいですね言い方が。クリぼっちって響きがね、どう言ったらいいんだろうな。ね、ちっちゃい男の子が一人寂しそうにアパートの隅っこでなんか。数年前から。将来がセブンイレブンでね、うん、こうなんかプチケーキ売ってるんですよ。だからちょっとクリぼっちよってあるでしょ。あれ食べてさ。クリぼっち用も充実してる。そしたら同じようなやつが5、6人並んでやがるの後ろに。よかったな。そうでしたか。今日のメニューをご紹介いたします。ちょっとすいません、先週は休んでしまいましたが、今日はそのとにかく大変なことがあの後起こりまして、うん、私は計らずも、バンクーバー、トロントで一泊してバンクーバーカナダ行く予定なんか全くなかったんですけど、行くことになってしまって、そのカナダどうだったかという話をちょっとこの曲の後して、その後あの滝巻がうわーっと出てきまして、うわーっと帰っちゃうんですね。そしてまたあの鈴木信孝さんというですね、うん、あのなんていうか、こいつもうわーって口から生まれてきた男と私もよく言われてますけど、今日キュービックやりますよ。ブルーレイの紹介プレゼントもございます。これが第1部、うん、第2部はですね、番組初登場梶谷昭仁監督がいらっしゃいましてですね、ホペロスの憂鬱というですね、サッカーの映画をご紹介いたします。これはちょっとお楽しみ。
今日も盛りだくさん、リンジアシスタントはなんと、はい、本間照子です。すごいです。誰もいません。全ての人に断られました。みんな栗ぼっちじゃないんだね。みんな本当今日は新人アシスタントが登場の予定だったのが、うん、インフルエンザなので休みますですよ。休ませていただきませんで。これ今時この子二十歳の子なんですよ、はい、休みますで終わり。そうですか。寂しい。すごいね。栗ぼっちだ。今日の1曲はこの曲から、はい、今日は全部キューブリックの映画から、2001年宇宙の旅、ツラストラは書く、ツラストラは書く語り聞き、プラハフィルハーモニックでどうぞ。ツラトゥストラは書く語り聞き、お届けしました。ツラストラを、ツラストラを英語読みするとゾロアスター、ゾロアスター教なんですね。その方が言いやすい、ね、だからあんたわがままやね。その方が言いやすい。でこれが2001年宇宙の旅という、これ進化についての映画なんですが、この話をしだすと3時間はパッと経ってしまうので、はい、でトロントとバンクーバーで、まあ簡単に言いますとですね、またニューヨーク、まあ、ずっとこの番組、この間ライブをやらせていただいて、それで僕がずっと自分で作っている唯一の主演映画ね、パート1がエピソード1がベトナム、エピソード2がスウェーデンで撮りました。スリーを竹巻さんとか、あれは一昨日、去年、去年ですよ、台湾、ね、台湾で撮って、だから年末大体行くって、うん、はい、それで、エピソード4をロシアで撮ろうとしたら、ロシアはどうしても数百万かかるということが分かって、あ、なんだ、入国拒否かと思いました。それはない、はい、それで、できないと。数百万、やっぱりかかる、250万ぐらい絶対かかるというのが分かって、僕らの構想で、それで、まあ、今年できないなって監督が言って、嫌だって言ってどっか行きたいって監督が言い出して、うん、それで僕30年前にニューヨーク行ったんで、ニューヨーク行くって、で彼はいや、ニューヨークは高いから嫌だとかって言って、はい、2万ぐらいしか違わないんですよ、もう安いツアーになると。あ、うん、でもう海外のほどはかからない、普段ね、200円300円で必死になってますけども、うん、海外行くっていうのが頭が切り替わってますから、もう1万2万は金じゃないみたいな。すごい、岡村さんのブログ見てたら、うん、あ、ステーキとかなんとかかんとかあれはね、その話をしたら切り替わないんですけどね。食費だけでどれだっけ、1日にね2人で4万円使ったんですよ、食費だけで。で、ね、高い店に行く気は一切なかったんですよ。で入ったら異常に高いとこだった。いや、クリスマスのニューヨークだったから、それもあるんだけど、はい、もっと気づかなかったんですけど、30年前行った時って日本より物価安かったんですよ。朝ごはん200円食べれたんですよ。なんだけどものすごく物価高いです今ニューヨークは。それが分かんなかった。岡村さん、30年前と同じだと思って行ったんですか？それはない、はい、だから日本はデフレになってるからあんまり変わってないんですけど、それはいいんですけど、それでとにかくまあ30年ぶりだしニューヨークに、でそのロシアのサンクトペテルブルクで、女スパイが現れて、僕が誰かと間違われて拷問を受けて気絶してるんですよ。そういうストーリーは実はできてて、はい、で気絶してる間にニューヨークの夢を見たら面白いなっていうことになって、はい、夢、僕が演じる中村って男が今、はい、あんたから中途半端なところまで見てるでしょ、はい、でそれで中村っていう男が見る夢をニューヨークで全部撮ろうと。ニューヨーク夢なんだ、全部夢なの、うん、で夢の脚本全部書いて、はい、それでまた滝巻ちゃんに翻訳してもらって、うん、で、もうなるべく人のやらないことをやらないと、もうほら僕は残り時間の勝負で ブタでしょ。だからなるべく人のやらないことをやったら、なんかでもう全部私の人生外してますから。もうで結構今までだっていいとこ、なんかすごいとこ行ったことあるんですよ。何回か人生 2,3 回ぐらいは、はい、うわーっていうところに行ったことあるんですよ。大体後がねホワ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 ってなってしまうので、ピークを合わせる難しさですよね、うん、やっぱり4年に一度とかね、いろいろ、うん、だからそこまでもいけないんで、うん、人生もう1回ぐらいなんかあるだろうと、いろいろコツコツと人ならないことやってたら、なんかでパチンってもう一回ぐらい会ってくれれば、もう途中でコロッとなったとしても、とにかく人のやらないことをずっとやってるんですね。それで言うとかっこいいんですけど、はい、それしかもうなくなってきちゃって、そうするとこうやって自主映画で世界中までやるやつは自腹でやったやつはいないよ多分。まず少なくとも日本ではいないと思いますんで、世界で撮るっていうのはね、うん、でやろうと、でとにかく世界中でやろうというのが、でニューヨーク行って、じゃあ何か変わったことやろうってずっと監督と相談してて、はい、そしたらそのあそこのマンハッタン、ちょうどこの間電話した日ですよ、はい、タイムズスクエア、ね、タイムズスクエアの有名なの、ワイジルありますよね、はい、一番上に今東芝の、わかりますね、マンハッタンだからそこ映る、そうそう、東芝もやめちゃう、そこでちっちゃい広場があるんですよ。そこに、そこで私が気絶してて、気がついて起き上がるというのを監督が撮りたいと。だからそこに横に寝なきゃいけないんですよ、大文字で。そこを電話でチラッと聞きましたよね。そう。で、寝たんですよ。はい、寝て、まず大臣に寒い。危険でしょ、どうか。それでちょっと言ったかもしれませんけども、最初の
エピソードベトナムで撮ったので夏の格好なんですよ、ずっとあのまんま あのストックホルムを外歩いたんですよ。死にそうでした、ストックホルム歩いて。これ、ね、1回でどれぐらい、7回ぐらい歩いてるんですよ。見る人は1回ですけど。で、あそこのところにみんな冬の格好してるのに、僕だけ夏の格好して、タイムスケアのところで横になって、で、こう監督がカメラ回して、よーいってやるんだけど、はい、恥ずかしいじゃない。と思ったら、はい、誰も気にしてない。誰も見てないですよ。何百人も人がいるのに。あ、これがニューヨークだなと。あ、そう。思いました。東京でもそうですかね。東京だとまだいいかなと。それでまずそれをやって、はい、それで、セントラルパーク行ったさ、はい、で今度何やるかっていうと、うん、あの地元の人にちょっとだけセリフ一言だけ出てもらおう。で僕が犬連れて散歩してるみたいな人とか、ね、うん、で、あそこの、スウェーデンでね、あの二人がこうなってしまったって、はい、だからクーフンパラ、あなた見てないです、仲間の団長、はい、うん、見てないでしょうけども、あの滝巻っていう、うん、あのおばばに騙されて4人ぐらい殺しちゃうんですよ、ピストルで。でそれをそれ一体どうなったんだとかっていうセリフを読んで、ただ読んでほしいだけなんですよ。で、東洋人出すのやめようと、この間中国の話だったから、うんうんうん、ほんで15、6人に声をかけたんですよ、はい、全滅、誰もダメで、その声かけるのも滝巻にまた訳してもらって、僕たちは日本から来ました、自主映画を撮ってるんで、ギャラは出ませんが出てくれませんかって、それが怪しかったみたいな、この紙持って読んでそれに怪しい、宗教の勧誘を見ると怪しすぎる、どう考えても。僕ね、今までね、私も断るわ、今までいろいろレポートしてね、もう随分ひどい政治家に突っ込んでいったしね、もう新興宗教のところにも行ったこともあるし、大阪も行ったし、いろいろあったんだけどね、この敏腕レポーターだった私がですよ、はい、この要するに普通の人の普通のあれもダメで、すごいショックでね、どうしようって言って、ね、歩いてたんですよ、その、はい、そこからもうとにかくもう出ようと、寒いし、で次行かなきゃいけないって。そしたらなんか日本語で監督と喋ってたら、日本人ですかって確認の人話しかけてきて、僕日本いましたよって言って、よかった、これはやったと思って、はい、すいませんけども、あ、でなんかでも英語で喋る、日本語は喋ればいいのに英語で喋るのになってると向こう白人だし、だから日本語で話しかけたし、また紙出して We are from Japan なんとかって言ったら、おおって言って、でそれをいつ撮影するんだって言ったら、 Now って言ったら No って言って今は無理だろって言って、いや一言、いや No って言って、じゃあどうしようと言ったら、もうあんたしかいないんだってこう座るようになったら、なんか電話番号教えてくれたんですけどね、はい、で結局その人には電話しなかったんですけどね、すごいですね、うん、でこの後もっとすごいのは、先週話しましたが、もう忘れちゃった、先週が頭ね、みんなに断られたっていうところまで聞いた。それでその後、はい、グランドセントラルステーションっていう有名な駅があるんですね、恋に落ちた、そこまで聞いたよ、うん、恋に落ちたって、はい、そこで立ってたって話しましたけど、はい、で警官に呼ばれて、うん、遠いところからカメラは狙ったって、そう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 、はい、でも足ちょっと足を痛めて、ずっと足が痛かったです、立ちっぱなしだったからね、ずっとね、1日1万8000歩、まあ、普段運動不足です、そういうのをやったりね、そこまではまだ良かったという、それが1日目、はい、で2日目はもうちょっと省略してみますね、もう滝巻の目が厳しくなってで、ブルックリン橋っていうのがあるんですよ。ワンスアポのタイムインアメリカ、はい、私も写真撮りました、ね、詳しくは皆さん、フェイスブックやってらっしゃる方、私の名前で検索すると動画を私随分レポートしてますそれで動画を見ていただきたいのと、あと僕のブログには写真が160枚今朝までかかってアップしました、ね、そこの風景変わらないです、素晴らしいです、100年前と一緒、ね、あそこでちょっと、ほんでそこでですね、なんかイケてるカップルがいたんですよ、はい、でそのカップルにちょっと声かけたいけど、また答え、もうすっごいつつきやすいんですよ、これ太ってるか分かりにくいけど、だからとにかくどうしようかなと思って見たら、そのカップルの人が男の僕の方に来て、ちょっとしゃべっとってくれんけっていう、ツーショット、はいはい、でいいっすよって言って、はい、今しかないと思って、うん、また紙出して我々は日本から来たなとかねっていうふうに言ったら、あ、面白いね、いいねって言ってやってくれたんですよ。ほいでこれでセリフを 3つやってくれて、全部で6つあるんですよ。ほんでしばらくで、そのカップルが帰って、その人ニューヨーカーじゃなくてロンドンから来た、あ、すごいイケてるカップル、詳しく私のブログをご覧ください、うん、イケてるカップルですよ。それはなんとかジャクソンさんっていう、うん、で今度はなんか老夫婦が来たんですよ、はい、ちょっと違う年がいいなって、これどうだろうと思って、はい、でも監督の田中君がですね、はい、全てあの人はあまり英語ができない、はい、これを今日聞いてる恐れがありますけど、で僕は方向感覚というものがない人なんですよだからちょうど僕分からないですよ、どっち行っていいか、今もえ分からない人なんです大体。でニューヨークは5番の目のようになってるんですけど、あんな分かりやすいところで分からない、はい、で、はい、で彼は英語があまりできないから、はい、ちょうどいいんですよ。ほんで話しかけるのは僕らの役目です。ほんで話しかけて、We are from Japan, We are shooting now とかいろいろ言ったら、そのニュージーランドから、我々はニュージーランドが来てるのでダメですよ、全然帰っていいですよって言ったら、やっぱり旅行者多いですね、うん、そのちょっと割と老夫婦といっても、まあ、60ぐらいリタイアして世界回ってらっしゃるのかもしれない、うん、でやってくれたんですよ。
でそのおっかんの方が異常に芝居が上手くて、うまかったんだ、うん、で もっと強くやれって言ったらアングリーかと、イエスアングリーって言ってやってくれてスカッと終わった。じゃあ英語で演出したんですね、田瀬さん。俺だよ。あいつイエスイエスしか言ってないんだから。いやいや不思議なね、頑張りましたね。私プロの DJ なんで、あと1分でもっと面白い話します。で帰りはトロントから、トロントまで行って、はい、乗り継ぎで、帰ってくる予定が、トロントに初の飛行機が2時間遅れて、普通待ってるもんなんですけど、行ってしまったんですよ。でところが、うん、でもうどうしていいか分かんない、機内に行ってもで降りても誰も案内してくれないんですよ。でカウンターに行けって言うから行ったら、いやいや分からない、バゲージも荷物ね、スーツケースもどこ行ったか分からないし、はい、乗り継ぎで、このここのなんかホテルが取ってあるから、で歯ブラシとなんかくれずセットはほんで、いやそれはいいけども、でいつの明日いつの飛行機って言ったら、ホテルに着いたらここに電話しろっていうか、ちょっとあんたそれはないじゃないのと、であの珍しくちょっと怒ってしまって、はい、それでちゃんと行ったんですね。全部あなた航空会社のせいでしょって、僕ら何も悪くないから、あのそういう時あの You can manage って言っとってね、なんとかなるかなって言って、で Please って言ったので、カッて言ったらね、なんとかしてくれて、で日本語できる人呼べって言って、あと10秒だから無視しゃべらして、でできる人呼べって言ったら、あのなんかこう東洋風の人と、なんか背の高いあのダンテみたいな黒人が来たんですよ、はい、あのソフトバンクみたいなそっくりのやつ来て、でその東洋人の方に話しかけようと思ったら、この人があの中国系で全く日本語できない、ほんでこの黒人の方が日本ベラベラだったんですよ。トニーって人で、今回大変申し訳ありませんとかって言って、でこの人が全部あの普通はバスで行くんだけど、ホテルベスティンホテルですよ、はい、で全部リムジンにしてくれて、帰りもちょっと足伸ばせる飛行機にしてくれて、なんかいい経験、すごいいい人だった、地獄に仏でしたね、本当にすごくいい印象になっちゃう、その航空会社は、うんうん、で帰ってきて、だからもう一回やってる番組は間に合いませんでした。いや両方選手が両方僕電話してるんですよ、でプロデューサーにすごい怒られちゃって、どうしたらいいんでしょう、まあ怒られます、ね、まあ大丈夫、川崎 FM があるから、はい、まあ、そんなわけであの地獄の1週間でしたね。まだ疲れ取れてませんか、お疲れ様でしたね。はい、この曲の後、滝巻の登場です。映画時計仕掛けのオレンジにかかってたあの曲、喜びの歌。こういうね、旅に行った時の話が一番面白いですね、実は、まあね、あなたもそうですけど、うん、なんですよ、本読んだとか映画みたいな話よりも、ね、旅ってこういうことがあったんで、ね、多少話を持ってね、うん、でもうとんでもないことになっちゃうみたいな、体験は体験、1時間待ったの3時間待ったとかっていうと、体験はね、でもどれくらい3時間ぐらいのバゲージのこれ出てくるとこあるじゃない、あそこ3時間ぐらいいて、ね、あそこに3時間いたんですか、うトニーがいなかったら、そっか、トニー、アドレス交換しましたよ、トニーありがとうございますね、ほんと嘘みたいな話でしょ、あちこち日本語ベラベラないろんな外国人がいるんですね、 あんまりいないです、でもあの嘘みたいでしょ、トニー人と帰ってきたらさ、お聞きの放送は川崎 FM 79.1MHz です。毎週月曜日の午後1時から2時は岡村陽一のシネマストリート第1部、2時から3時は第2部をお届けしています。インターネットのサイマルラジオ、リスンラジオを通じて世界中の皆様にお届けしています。滝巻種まきのコーナーです。はい、滝巻種まきです。はい、お願いします。岡村さん、おかえりなさい。今なんかお疲れ様だったのかもしれないですけど、うん、ブログも今朝拝見しましたけど、ありがとうございます。なんか面白そうだったじゃないですか大冒険、一応エンターテイナーですかね、またね、ゆっくりと聞きたいと思いますけど、でも一言だけ言うとね、うん、あの30年前の時レーガン政権だった、1987年に来て、はいはいはい、それで治安悪かったです、地下鉄なんかやっぱりすごく怖かった、朝乗ったこともあるんですけども、今回ねちょっとびっくりしたのは、うん、あの台湾のようでしたね、みんなね、いろんな人種が楽しく街歩いてる時に、危険な感じが、危険なこと一つもなかったし、よかった、ゼロでした。ただあのセブンイレブンとかの前でね、紙コップ持ってる人がいて、うん、チェンジプリーズって言って、でなんか戸を開けてくれるんですよ、それでお金をくれっていうのはあったり、それはでも昔からあった、でホームレスの人もいらっしゃったけども、あのトランプタウンまで行ったんですよ、でずっとテレビで見てると、あそこがもういろんな抗議の人が来て、トランプやめろみたいに言って入れない雰囲気があったけど、やっぱりマスコミって怖いと思うのは、このままマスコミですけど、ちょっと一つのニュース見ると全部がそうだと思ってしまうでしょう、全然違ってました、警備員と観光客が一緒に写真撮ってましたから、中も入れるし、みんな和やかな雰囲気だったんですね、だから印象は30年前よりいいんですよね、もっとテロの時代で、あの先週のね、あの日本からの電話でも言いましたけども、テロがあった2分ぐらいのところでのホテルだったんですけどもね、そ
それは不思議だった。意外とだから景気がいいなという感じしたね。そうなのか。だからね、トランプさんの支持もなかなか。うん、そうですね。あとタイムズスクエアがね、今もう LED で看板がすごいでしょ。うん、もうビルの壁面全部がね、電光掲示板の看板だったりね、すっごいです。ちょっと動画アップしましたけども、はい、なんかキャピタリズムの塊、もう買えって言ってるみたいな。This is 資本主義的。そうそう。だから本当に街歩いてる人が役者で、あそこはテーマパークみたいな感じがしました。なるほどね。さあ、すいません。今日はどんな映画でしょうか、種まき。今日ご紹介する。種まき。あ、分かった、分かった。今日ご紹介するのは、殺人者の記憶法っていう、あの、韓国の映画です。なんか面白かったんですよ、これ。うん、ストーリーは、獣医のビョンスは、実は、元連続殺人犯でした。殺した遺体は隠していたため誰にも知られず、今は獣医として一人娘と穏やかに暮らしていましたが、かつての事故の後遺症か最近物忘れが多く、アルツハイマーの症状であると診断されます。あやふやな記憶を思い出すため毎日の出来事を録音することを娘に勧められ、それを習慣としていました。そんな折また車の接触事故を起こし、その相手の男、テジュに出会います。偶然出会ったテジュに、自分と同じ目つきを感じたビョンスは、彼もまた殺人犯であることを確信し、警察に通報しますが、誰もその話を信じてくれません。やがてテジュは、ビョンスの娘、ウンヒの彼氏として目の前に現れてしまうんです。で、ビョンスは一人でテジュを捕らえようとしますが、アルツハイマーにより記憶がたびたび途切れ、さらに以前の自分の殺人習慣が蘇り、妄想と現実の狭間で混乱していきます。そうしてまた始まった新たな連続殺人事件、これは奴の仕業なのかそれともっていうお話なんですけど、見どころその1、まずね、まあ深みのあるテーマと展開の速さ、度重なるどんでん返し、サスペンスにユーモアまで兼ね備えたこの作品は、韓国で公開当時初登場第1位にいきなり躍り出ました。で、激しいアクションにハラハラさせられるかと思えば、思わずプッて吹き出しちゃう笑いもあり、韓国ってそうですよね。そうなんです。韓国のユーモアセンスがね、一瞬もね、ちょっと飽きないで見られました。クライムサスペンススリラーアクションコメディ、すごい全部入ってます。てんこ盛りや。てんこ盛りです。で、主演のこのソルギョングって方は、あのプロレスラー力道山の生涯を描いた日韓合作映画の、力道山で、20キロ以上増量して日本語も習得する周到な役作りで公演し、毎回多彩な役を演じるためカメレオン俳優と呼ばれている演技派なんです。ロバート・デ・ニーロみたいなね、初期のね、うん、で、この力道山っていうのはなんかあの妻役が中谷美紀だったんですけどね、はい、で、20キロこの時は増量したんですけど、今回はこの役のため、手の肉が落ちるほど激痩せし、老人のように見える役作りをして挑みました。で、アルツハイマーのため、現実と妄想の間で混沌とする様を、視線の変化だけで完璧に表現してみせ、目だけってことですか？そう、目だけで。で、監督やもう共演者を驚嘆させました。で、彼の演技本当注目なんです。で、あの、ウィキとかで見てみるとすごいイケメンなんですよ。若い頃の大杉蓮さんみたいな感じ、うんうん、なんですよね。ですよね。割と目が鋭いからね。そうそうそう、うん、それがね本当にね、老人というか別人のように痩せてて、なんかね、うん、毎日毎日縄跳びを2時間ぐらいしてたらしいですよ。で、炭水化物を全て断って、で半年6ヶ月の撮影もそのまま乗り切ったみたいな、なかなかすごいプロ意識の、ね、方ですよね。で、このこれまでにない型破りなキャラクターを主人公に据えた原作の小説「殺人者の記憶法」、同じ題ですけどね、予約だけで韓国でベストセラーとなり、発売と同時にこれまた1位を記録、文学界にセンセーションを巻き起こしました。で、ウォン・シニョン監督が、これを読んで映画を熱望し、もう面白い要素を全て詰め合わせた小説だから映画化しない方がおかしい作品だと絶賛したそうです。でね、原作には登場していないような映画オリジナルのキャラクターもあり、ちょっとね読んで比べてみたくなりますよね。で、もう一つ、あの娘をやったウンヒっていうのがキム・ソリョンなんですけど、日本でも人気の K-POP ガールズグループの AOA のメンバーの一人で、歌ってセクシーに踊るんですよ。
はい、映画の中の映画じゃないんですよ、AOA っていう、はい、のアイドルグループはね、うん、でもこの映画の中ではとっても可憐なね、可愛い、まあ割とポンポン言うけれども素直でお父さん思いの、素朴な女の子を演じてて、彼のファンなんかもまたね、あ、彼じゃない、彼女のファンなんかもね、うん、見ていただくといいですよね、うん、韓国映画、そう、韓国映画、私多分韓国映画をご紹介したの初めてかなと思うんですけど、うん、なんかちょっと勢いありますね、そう、勢いありますね、うん、すごいね、面白かったです、かなりおすすめです、うんうん、私のツボにハマってます、先生ひろみちゃんも絶賛してたんで、あ、本当に、そうそうそう、そうなんですよ、アクションもすごくてね、まあアクションがこうなんて言うんだろう、ジャッキーチェン的な、まあ韓国だからちょっと違うかもしれないけど、うん、動きがなんだろう、カチカチカチみたいな感じですごい面白くて、うん、あのまたこの犯人というかね、設定すごいですよね、そうだって元殺人犯がアルツハイマーって何よって思いません？すごい設定ですよね。いきなりね、ポコって忘れちゃうんですよ。うん、そこでね、結構面白いの。やっぱりね、なんていうかな、企画が、映画作る立場から言うとね、普通のことをやっててもね、普通のものを見ても面白くないんですよね。だから、1、2、3、4、5という順番に、例えば物語を見るとしたら、はい、やっぱり1、2、10、500、7万ぐらいのことをやらないとお客さんが喜ばないっていう分かってるんですね、そうなんですね、映画作ってる方がね、そうで、ほら変なことに言っちゃうと、それってって途中で冷めたりすることになるじゃないですか、うんうん、あのね、本当にいわゆる映画の醍醐味でそんなことを考えさせないぐらいに、うん、わわわわってやっぱりね見られるんで、うん、面白かったです、なるほど、やっぱりこうテンポよく、テンポよく、ユーモアもあり、しかも扱ってることは結構ハラハラですよ、殺人者っていうのそうなの、どうなの、どうなの、ダークな内容を扱いながらもエンターテインメントにしていくっていうのはすごく力量を感じますね、はい、楽しかったです、殺人者の記憶法、タイトル面白いです、韓国映画公開は、はい、公開は来年2018年1月27日シネマート新宿ほか全国ロードショーです、はい、たきまき種まきのコーナーでした、ありがとうございました、はい、たきまき種まきでした、この曲の後新年だ、新年です ね、 ですね、どうもどうも本当に今年も楽しくありがとうございました本当に、もうなんか僕よくわかんないですよもう時差だったりね、頭がボーっとしてますから失礼しました、でもリホリデーは続くね、はい、そうです、はい、あ、そうだ、そういう意味でハッピーホリデーいいね、ずっとハッピーホリデーで行きたいですね、人生ね、はい、この曲の後は、ワーナーのブルーレイの紹介です、はい、キューブリックの映画シャイニングのテーマ曲をどうぞ、月に一度のお楽しみ、ブルーレイ DVD の紹介のコーナーですが、今日は、ワーナーから出ている強力な3タイトルをご紹介いたします、割ともう最近の映画って感じがします、今年公開の映画です、はい、3作のうち2作品は完全に今年公開の映画ということでございまして、はい、この方をお願いします、はい、日本フォトツーリズム協会の鈴木です、鈴木信孝さん、はい、よろしくお願いします、この方は何を隠そう、元ワーナーホームビデオの方でして、ワーナーについては詳しいと、まあ20年以上おりましたので今日はですね隠し玉も持ってきていただいて、それは後ほど、今日プレゼントもございます、まずこの作品からいきましょう、もうこれ島岡さんがとっても好きな、はい、興奮しまくってましたね私夏にね、はい、今年踏み切ったばっかりの映画ワンダーウーマンがもう早くも出ました、ブルーレイ、はい、DVD、うん、もうミスイスラエル の、 ガルガドットが主演をして、綺麗ですね、ワンダーウーマン本当に綺麗です、女ばっかりの島で育ちましたダイアナという、ワンダーウーマンの彼女、まあとにかく鍛えてるんですね、女しかいない島でしたから、外界から守られた、セミシラというところで生まれ育ちました、では戦士になるべくとにかく日々鍛えているアマゾネス、アマゾン族の王女ですね、この彼女がね、で、そこから外から人がやってきます、不時着したのはアメリカ人パイロットでした、でこれがまあ、なかなかのイケメンで、どうやら第一次世界大戦ということになっているようですが、外の世界では戦争がある、じゃあこの戦争は良くない、私が何とかしようということで、島を出る決意をしたダイアナでありました、まあ、そして何というかこう知らない世界に行っていろいろ彼女が巻き起こす珍道中だったりもするんですが、戦えばやっぱり圧倒的に強いというところをいろいろ見せてくれる、まあ、かっこよい女の子、みんなこんな風になりたいと思ってるかどうか分かりませんが、私は少なくともなりたいとちょっと思ってしまいました、はい、素足出しちゃってね、ねこのコスチュームね、原作 の、 漫画だと結構なんか
ちょっと変かなみたいなイメージあったんですけど、今見るとね、まあ、プッて感じですね、今回はかっこいいですね。彼女が着てるのはね、ちょっとこのコスプレはみんなしたいと思います、多分スタイルがいいですね。ミスイスラエル綺麗ですよね、すごく、はい、まず彼女の魅力はすごい、はい、ガルガルトを見たい。やっぱり圧倒的に主役をやるなんか格みたいなの持ってますよね、すごい華があるし、まだねキャリアは浅いですけども、だから撮影中も本当に彼女がもう本当ワンダーウーマンなそのものっていう引っ張ってったっていう、ね、感じだったみたいですけどね、はい、鈴木さん、まあ、今上映中のジャスティスリーグっていうのがありますね、はい、これはテレビで見たら全米成績もベスト10の第10位に入ってます。バットマンとかいろいろ出てます、でいろんな人出てるんですけど、バットマンは出たり、あ、彼女が一番輝いてるんですよ、ね、つまりね、このワンダーウーマンは例のアベンジャーシリーズの中に、だからこうスピンオフみたいな形で、ひょっとしたら全然違う映画に彼女が出てくる可能性もありますよね。そうですね、アベンジャーズはマーベルで、こっちは DC ですね。そうですね、この映画って、まあ、メイキングを見ると監督女性の方なんですね、女性監督、まあ、そういうところもこの作りの中で、なんかなとアマゾネスって感じじゃなくて、すごくキュートなとこたくさん出てくるじゃないですか、彼女のイメージ、そういうところ監督の力かなと思います。言葉はあれです、昔よく男女って言葉がありまして、これなんか女性なんだけど、男まさりとか、ね、あんまり今使わなくなりましたけど、前のアマゾネスって映画もあったんですね、何本か作られてますけども、前のものは要するに女性なんだけど、めちゃくちゃ強くて可愛らしさも何もないって感じだったんですけど、今回違いますね、キュートですよ。はい、私はとにかく島から連れ出されて、まず洋服を何とかしなきゃいけないって、その格好はないだろうって、デパートに行くとかすごいですよね。そんな裸みたいな格好じゃまずいよって、あのいろいろファッションショーの状態になってる、ああいうシーンがね、もうなんかお楽しみのシーンじゃないですか、映像って嬉しいですね。あれは女性ファンとしてはね、嬉しいシーン、まあ、とにかくご覧いただくと、まあ万人っていうとよくないんですけど、皆さん楽しめる作品だと思います、男女ともに。ただデートで行くとどうかなっていう感じ、デートで行くとこれより綺麗な彼女と行きゃいいけど、めったにいないのかね、なかなかいないでしょ、いないしね。で、あと男が弱く見えちゃうかもしれない、大体かっこいい男女が出てるような映画見に行かなくてもいいよね、かっこいい、そうですかね、そっか、まあ、今回はブルーレイ DVD なんでご自宅で見ていただきたいと思っております。やっぱりメイキング見ると面白いのは、この役が決まって撮影まで2年ぐらいあったって彼女が言ってる、だから十分に体を鍛える時間があったっていう意味で、あと女性たち、たくさんの人たちがトレーニングしてるのもすごかったですね、はい、みんな、なんかもっと格闘技やってたら、私は警察官だったりとかって、みんな鍛えてたっていう、本格トレーニングのそのジムの様子がすごかったですね、あれもね、あれもやっぱ女性監督のきめ細やかな、そういうものがね画面に出てるんですよね、ちゃっちゃと撮ったんではない、どうかちょっとニューヨークでちっちゃいとペッてそういうのではない、すいませんでした、はい、ジャスティスリーグの前に見ると余計楽しいの、はい、そうですね、これをご覧いただくと本当ジャスティスリーグもっと楽しい、はい、公開中の、はいはい、ワンダーウーマンブルーレイプラス DVD 発売中、メイキングもすごく面白いです。さあ続いてはこれもこの間公開になったばっかり、もっとした今もやってるかもしれない、クリストファー・ノーラン監督の最新作ダンケルクです。これはどんなストーリーでしょうか、はい、ダンケルク、こちらは第二次世界大戦が舞台になってますよね、はい、クリストファー・ノーラン監督、今回は初めて実話に挑戦したというふうにも言われています。ダンケルクというのは地名です、ダンケルクの海岸に追い詰められた何十万ものイギリスとフランスの連合軍に、まあ、敵の軍勢が迫りつつあるという、そこの、まさになんか空からなんかこう狙われたりとか、もうまあ大変な戦いの状況が出てくるんですけども、これをですね、陸海空それぞれを、まあ、それぞれの時間に従ってというんでしょうか、描いていますね。この描き方もちょっとびっくりな、まあ、戦争映画です。でもあんまりこう血が飛び散るとか、敵とがっつり戦うっていうよりも、見えない敵とから逃げ惑うとか、なんかその辺のシーンが素晴らしい描き方をしていた戦争映画ですね。鈴木さん、これ本編もすごいんですけどね、メイキングがすごくて、このクリストファー・ノーラン監督がいかに本物にこだわってたんですか、ね、CG を一切使わない、一切ほとんど使いたくない、あと普通こういう海の戦争ものってのは大体プールにミニチュア浮かべるっていうのは当たり前なんですけど、ほとんどやってないですね、本物の戦艦持ってきちゃったとかですね、沈没した溺れるとこだけはさすがにプールでやってましたけど、それ以外は本当の海で全部やってて、飛行機も博物館から、ね、持ってきたってことですね、狭い中で撮影したっていうのは、ね、そうですよ、しかもフィルムで撮ってる、それも IMAX で撮ってるっていう、すごい、どんだけ金かかってるんだっていう、ね、まあ、手間もね、飛行機のなんか
主翼の上にカメラくっつけてましたもんね。はい、もうありとあらゆることをやって、あだとああいうふうに迫力あるようになるんだなって、今まで CG でねちょっとやっちゃうと思うんですけど、すごいですよね、あの、うん、戦闘機をちょっとなんてモデルにして人間が振り回してぐるぐる回してバック見てっていう、そう、あの操縦席だけを作って回転させるような機械を作ってるんですよ、うん、だけど実際のところでやりたいから断崖絶壁のところでやってるんですよ、うん、バカでしょ、落ちたら終わりですよ、そこに俳優入れて回してるんですよ、みんなで手で、すげえなーと思って、実際にだから40万人のね、こう史上最大の救出作戦、それぐらいの大作戦をやっぱりやったんでしょうね、うん、監督と俳優たちがね、メイキング何がすごいって75年ぐらい前の話ですよ ね、 そうですね、はい、なので当時のまだ生きてらっしゃる方が何かいらっしゃるんですよ、もう90いくつになってるでしょ、そうですよ、当時こうだったわって、その人が死者に来たっていうね、恐ろしいですよね、作り手としてはね、そうかそうかそうか、そうです、ね、そういうのも出てきた、実際にあの港はダンケルクの港ですよね、そうです、そこで全部撮ってるっていうね、ケネス・ブラナーとかトム・ハーディとか、まあ、マーク・ライナーとか、かっこいい人もいっぱい出てますけどね、まあ、あの個人的にはアカデミー賞にノミネートされると思っております。でもやっぱり私も多分ベスト10には絶対入る、僕はね、あの見た時にね、ちょっとね最後イギリス軍万歳みたいな色彩があってナチスが出てくるんだけど、ナチスがなんか人でないような、ちゃんと描かれてな、まあ、それわざとやってるのは分かってるんですが、そのあたりがちょっと嫌だなと思ったのと、CG とか今すごく撮影技術が進んでるから、まあ、これはそれをオミットしてるんですけども、本当の戦争の場に行ったらどうだっていう感じを実験的に撮ってる面があるんですよね。でそれをやった、それをまあうまく、この人はこうだった、この人はこうだった、まあ、いわゆる民間の船が軍隊を助けるっていう話でもあるんですけども、非常に実験的な感じで娯楽性が低いなって、自分あのチメチタ見に行ったんですけども、ちょっとねうーんという面がなくはなかった。ところが今回全部メイキングを見たらベスト10の5以上に上がってきましたね。やっぱりこれがすごいわと思いました。そう、撮ってるのがすごいからじゃなくて、もう一回再認識しました。ワーナーリリースを見ますと、うん、米評論家サイトで 92% 以上が評価してるって言ってるので、あ、すごいですね、うん、いわゆる、まあ、映画って娯楽性だけのもんではないと思うので、その通りです、はい、うん、この後キューリックにもつながってくる話ですけども、いろんな、やっぱクリストファー・ノーランってすごい人で、まだ若いんだけど、ね、なんかね、映画のいろんな可能性を試してるっていうのと、あの要するにここまでこだわる、要するに、どう言ったらいいのかな、特に今の日本の映画そうですけど、いかに安く作るかということに就寝してるんだよね。そうじゃなくて、どういうものを撮りたいか、何を描きたいかということを、まあ、クリストファー・ノーランは成功してる監督だからできるんでしょって言えばその通りだけど、そのあたりがキューブリックと似てますよね。やりたいことをやるんだ。映画を描きたいことを描くんだということで、本当のダンケルクの、あそこの、いわゆるフランスとイギリスの海峡まで行ってるわけですよね。しかももう寒い時期に行ったので、そこに人がもう船が難破して溺れるとか、本当に役者を浮かべてるし、エキストラもブワー並べてやってるし、そんなことやらなくても、もう少し同じようなもの撮れるんじゃないのって言うんだろうけども、絶対にそこでやるんだ。フィルムでやるんだ。CG は一切使わないんだっていうような、そういうなんていうの、熱意と、あと、メイキングご覧になるともっと変わりますけどもね、もうスタッフが一丸となって、あの、この映画の一番のはね、多分、本人はね、認めないでしょう。宮崎駿さん、この映画大好きだと思いますよ。宮崎駿っていう人はとても矛盾した人で、戦争が大嫌いで戦闘機が大好きな人なんですよね。まあ、ねこの映画の一番はね、あの浜辺のところを何回か出てくるんだけど、戦闘機がグーッと走るでしょ、はい。あの幸福感があるんですよ。なんとも言えない。そういうのが時々パッと入ってたりして、普通の戦争映画ではない、何かやっぱ高い志を感じますね。ちょっと一回で捉えきれなかった、僕は。だから陸海空であの時間軸が違うじゃないですか。うん、だから脚本の段階でどうなってて、編集するまでは撮ってる時ってどんな風になるのかって分からなかったんじゃないですか。これはやっぱり数学でしょう ね、 あの北野武さんがおっしゃってるように、あの映画には因数分解が必要だっていう、ね、僕はそこまであのリズムでものを見ない主義なんですが、でもやっぱり、特にメイキングを見るとこの細かくマクロで撮ってるとこと、あ、ミクロで撮ってるとこと広くマクロで撮ってるところのつなぎで、観客がその戦闘機に乗ってるような臨場感を味わえるようにしたというのがよくわかるんですよね、うん、そう、混乱はしないんですよね、うん、見てて、ね、鈴木さん、すごいな、ダークナイトの監督ですから、そうです、ね、悪いはずないじゃないですか、そうですね、というわけでございまして、もう見どころいっぱい、ダンケルク、これがあの早くもブルーレイ DVD でご覧になります。もうメイキングももう本当にこの特典映像も楽しみです。ではこの曲の後、いよいよ本日のメインディッシュです。はい、フルメタルジャケットについてこの後語ります。そのテーマ曲をどうぞ。映画フルメタルジャケットのテーマ曲をお届けしております。フルメタルジャケットの日本語吹き替え版をご覧になった方はほとんどいらっしゃらないと思います。なぜなら許可が下りなかったからです。
それがこの度 DVD あではブルーレイで発売されました、フルムワイタルジャケットは1987年の映画も30年前ですけどもこんなストーリーです。はい、キューブリック監督によるベトナム戦争を描いた映画となっておりますが、まあ、とにかく海兵隊のトレーニング、今でも多くの映画でそういうトレーニングというか、しごきみたいなものが描かれていますが、まあすごいです。お前ら人間じゃないみたいな感じのところでしごかれていく、あのさあイエスさあですねその世界ですね。もうそういうのが延々と出てきたり、まあいろいろ、ちょっと上官に立てついてみたりとか、まあいろいろ出てきますが、まあもちろんあの戦争のね場面も出てきます。まあ、前半と後半で、はい、本当に ね戦場のシーンと後半で、はい、前半はトレーニング、トレーニング海兵隊の、ね、前半また余計印象的ですよね、うん、教官が、まあ、あの鬼教官がいたで、あのベトナム徴兵でも一番最初長い髪の毛です、みんな当時はあの1960年代頃でしょうか、刈られて坊主なところから始まります、ね、それでも鬼教官がいて、この人本当の軍隊で教えてた人なんですね。この人連れてきてやった役者さんじゃないです、彼はプロではないです。あのキューブリックはねもう平気でそういうことする、役者じゃないんだ、黒沢明と同じ。それで一人あのレナードっていう男がいた、これはヴィンセント・ドノフリオっていう、まあ、後にあのロー&オーダーのテレビシリーズで刑事役をやる人ですけど、でこれが、うん、微笑み豚と言われてちょっと太ってるんですね、まあ、ちょっとあんまり運転神経が鈍いんで、うんうん、徹底的にしごかれてだんだん精神的におかしくなっていく。それでまあこれストーリーっていいですよね、もう公開になってる映画ですから、うん、30年前の映画ですから。それで、いよいよもうここを卒業して、まあ、戦地に派遣されるっていう時にこの男もう一回おかしくなっちゃうんですね。それで、銃で教官を殺して自分を自殺してしまう。でパッと場面変わるともうベトナムになってるんです。それで、カモンカモンって言ってこの子どうだ銃を出るでって言って女の子が来たりして、でまあベトナムのいわゆるジャングルを描いたのがプラトンだったり地獄の黙示録だったりしたんですけど、そうではなくて紫外線みたいな、ね、ボロボロ、そこでどういうことが起こるか、残った生き残ったメンバー、さらにそこで出会ったメンバーがあのどういう思いをするかというのがフルメタルジャケットなんですが、吹き替え版というのが作られました。でこれは、テレビで放送するために、翻訳演出があの原田雅人、で吹き替えにはうん李十五あるいは村田武宏、そして亡くなりました塩谷俊さんもここにいらっしゃいましたね。そしてあの名優姿俊さん、岸谷五郎さん、いろんな人が参加しているんですが、撮ったところが放送はやっぱりできないということで、裏になってたのが今回ブルーレイになったと。これは日本語でもご覧になれます。いや、鈴木さんまずどうでした？キューブリックの作品っていうのは吹き替え版は最後のアイズワイドシャットだけなんですね、うん、今出てる多分、うん、ですので、まあ、アイズワイドシャットはそのもう吹き替え版が最初から DVD で出るタイミングで作られたんですけど、うん、まあ、遡ってねやったってことに意味があるのかなと。やったというか公開したっていうことは、うん、最初翻訳した時に翻訳レベルで NG が出まして、うん、柔らかいと、うん、で柔らかいキューブリックの方からですよ。それダメっていうことになって、まあ、最初は劇場公開をしようとしたのかもしれませんね、うん、吹き替え版も、はい、で、まあ、その、まあ、翻訳段階ダメになり、その後原田さん起用されて、うん、まあ、それは水曜ロードショーっていうになってますけど、うん、今度やったらで言葉が汚すぎて放映できないっていう。だってすごいもの、うん、ね、で僕はだからダメだな、にあの日本テレビですよね、日本テレビダメだなとかと思って見た今回初めて、はい、あこれいくら今でも放送できないですね、これいくらな地上波では無理でしょう、無理ですよ、はい、というぐらい汚い言葉が P がずっと入りそうな、 P しかないみたいな感じです、ね、俺はよくぞだからこれを訳してやってくれたなという今回なんかすごいですね、あの吹き替えの力っていうふうにこうなんかあの宣伝文句に、ね、なってますけど、まあ、確かに吹き替えでこそ味わえるっていう部分はあるんだと思いますが、すごい日本語で、どうでした島岡さん。いやだからあの私が口にしたことのないような日本語が、普通の人は男の人もあんまりしないことです、ね、なんとかでぬれぬれなんとかだとかってあれはダメでしょっていう、ね、あれでも字幕であれ、ね、吹き替えであれ、まあなんでキューブリックはあそこまで、でもそういう風な実際そうなんですっていうことをそのまま訳してほしかったんじゃないんですかね。そうですね、軍隊っていうのはあれぐらい、うん、だって命かけてるわけなので、本当にまあいいか悪いか別として、うんうん、まああのちょっとのことで死んじゃうわけですから、うん、だからあの海兵隊のね訓練も生き残るためにってことでやってるわけですもんね。まあ、もちろんそうですね。うん、ね、いやでもすごいですね。あの斉藤
あリコさんがあの教官の吹き替えをね、うまいね、やってましたけど、まあすごい、あのキューブリック、実際にこれは映画で公開されまして、その後、まあ当時は6ヶ月経つとビデオになっていたんですね、うん、でその頃私はビデオの営業っていうかセールスの担当始まりまして、うん、はい、その時にあの本数忘れたんですけど、何枚かっていうのは、とにかくすごい大きな目標を立ててクリアさせたんですね、達成したんですね、販売目標、うん、まあレンタルでしたけど当時は、うん、それでキューブリックの方から日本の事務所の方に、うん、おめでとうとよくやりましたっていうファックスが来ているのが、うん、今日持ってるこれなんですね。1989年の4月6日にファックスが入ってきた、あの万年筆でこれ出してもいい、いいですよ、うん、ま、万年筆でキューブリックが書いてる、キューブリックのファックスです、はい、すごいよ、手書きですよね、タイプライターじゃなくてね、万年筆で多分それね、その字もキューブリックの字だと思うんですよね、うん、サインだけじゃなくて、まあ可愛いですね。ねえ、スタンリー結構すごいもの持ってます ね。インタビューもまず受けないかった人ですよね。そうですね、まあとにかく人に会わない、うん、で原田誠監督とは何回も長電話して、原田さんがだったら僕はロンドン行きますって言ったんですけど、いやいや電話で済むからいいよって言って。今回のメイキングを見て、そうだったのって思ったことがあるんですけど。何でしょう。あのメイキングってのは前にも一回出されてますけど、キューブリックの箱っていう。箱っていう、うん、あの中でですね。キューブリックが新聞広告みたいなものを大きさサイズ測ってちょっとちっちゃいとか大きいとかクレームつけてるシーンなんですよね、はいはい、別に約束と違ってるからっていうだけであって、事情が分かると彼は文句言わないんですけど、うん、私当時わな大阪で勤務しておりまして、うん、大阪で、スポーツ新聞3部撮ってたんですよ、うん、なんで3部撮るのかなと思ったら、一部は大阪用、一部東京本社用、一部キューブリック用って聞いたことがあって、で何かなと思ったら、もちろんキューブリックで出てないものも撮ってるんですけど、必要に応じて東京を判断してキューブリック送ってたのかなっていう、え、日本の情報がそこまでチェックして、大阪の、新聞でした、スポーツ新聞とかね、ですからまあ実際にあの中でサイズ測ってるのを見て、あ、こういうことなんだっていうのは思いましたね。まあそれだけのこだわりというか、でも実際ものすごい細かいの、実際にそれがあれは中で出てくるのは日本の例じゃないですけど、うん、サイズがちょっと違う事情を説明なんかされた時に、彼はすぐ納得して、あ、そういうことなんですねって言うから、こだわりはあるけど別に理由がはっきりすればいいっていうことかなと思いましたね、うん、奥さんとかのねちょっとインタビューでも出てたんですよね、うん、どうでしたメイキング見て。いやだからフルメタルジャケット、まああの言葉に私まず圧倒されすぎてしまって、なぜここまでのものを作りたかったんだろうなって、なぜって、あと現場の、例えばあの女性兵士との戦いみたいなシーンとかも、うん、やっぱりちょっと他の戦争映画とは描き方がなんか違うのかな。キューブリックのこだわりもう一つ、うん、さっき大阪行ったって言ってましたね、大阪で私はビデオだったんですけど、映画の人と一緒に仕事してるじゃないですか。でキューブリックは、キューブは指示でですね、フルメタルジャケットで彼が作品にかかる劇場は全部一回かけてみろと、うん、あの試写会の前に。うん、で何するのかなと思って、まあ、冬だったんですけど、私まあ若手というか中堅だったんですけど、映画の先輩からすごい早かったんで、悪いけど君行ってくんないかって言われて一人で見に行ったんですよ、うん、劇場に。で終わった後に何をしたかって言ったらサウンドチェックだったんですね、うん、ですから実際にちゃんとした状態でフィルムがかかるかどうかを事前に全劇場でチェックしようっていうのは彼からの指示だったようで、ね、それはこだわりもすごいなって、それぞれ劇場によってまた違っちゃうかもしれないと、そういうことだと思うんですが、ですから私は一人で確か1000人ぐらいの劇場で一人で見た記憶がありました。贅沢な。でも寒かったのでちょっとまぶたが降りてきた危険がありますけども、はい、フルメタルジャケットっていうのはもう、あの弾なんですよね。そうですね、うん、弾丸の中に出てきますもんね、セリフがね。これがフルメタルジャケット。まあキューブリックの作品では最後のアイズワイドシャットの1個前ですかね、ラスト前ですね。そうです、だからこの後10年ぐらい間が空いてしまう、間が空いてる、そうですよね。まあこれはテーマとして狂気ですよね、うん、そういうこと言うとシャイニングも狂気なんですけど、もしやっぱり非常に面白い人で、あらゆるジャンルがやってるんですよね。そうですね、うん、ただ狂気は多いですよね。博士の異常な愛情も狂気だと思うんですよ。そうですね、クロックワークオレンジ、キリガンオレンジもあれ狂気、そうですね、もう狂気ですね。なぜそこまでみたいな感じですかね、最後のアイズワイシャットもある種狂気ですよね。ある種狂気ですよね。セックスに関する狂気だ。2001年はちょっと違いますけど、あとバリリンドンも違いますけど、狂気が多いですよね。そうですね。ちょっと僕はキューブリックの大ファンなんですけど、こんな人はいないですね。あらゆるジャンルやっていつもこう開拓者であって、このクルメタジャケットのクレジットにクレジットを給付されている、この中ではキャスティングって書いてる、キャスティングマネージャーみたいに書いてましたけど、うん、レオン・ビタリさんという方がいて、うん、その方はキューブリック亡くなった後にキューブリックの財団から、
いわゆるその後に出るもののジャケットとか、うん、あの DVD とかブルージャケットとかを監修する責任を預かってる人が日本に来た時にお手伝いをしたことがあったんですね、うんはい、でその時に、このさっきお話したファイルあのファックスは、うん、イギリスで見たことがあると彼は言われまして、うん、あのこれの本物あるよって言われて言、うん、うのがあったりとか、彼はアイズワイドシャットの吹き替え版の、うん声優さんのそのオーディションに来たんですけどね。あすごい。で実際にあのこうメイキングにも出ていて、うん、キューブリックからすごくあの大事にされたと。で彼曰くキューブリックが、うんもし生きてたら、うん、次はあのホロコーストの映画を撮りたいって言ってましたね。ということでしたね。AI とかね、はい、いろいろ相手ありました。さあ今日はワンダーウーマンのブルーレイプラス DVD を3名の方にプレゼントいたします。宛先はこちらです。ファックス044-711-1400メールは kst@kawasakifm.co.jp ワンダーウーマン岡村平次のシネマストリートワンダーウーマンでお待ちしております。はい、一言どうぞ鈴木さんの最後に。来年もどうぞよろしくお願いします、はい。まあ、このお正月休みにはぜひ皆様、はい、リスナーの方はですね、うん、あのビデオ DVD はもちろんぜひ劇場にも足を運んでいただきたいと思います。来年もよろしくお願いします。この曲の後は歌います。フルメタルジャケットのサーフィンバード。いやありがとうございます。